お腹が張る原因とその解決法。お腹の張りは見かけだけの問題ではありません。それは健康上の問題であり、慢性や前にまで発展してしまう前に対処する必要があります。今回はどうしてお腹が張るのかその原因とお腹の張りを早く治すための自然療法とについてお話しします。食物をよく噛まない。食事の時に食物をよく噛まないというのは、忙しい現代社会によく見られる問題です。多くの人が仕事しながら急いで食事を済まそうとします。それも立ったままだったり、人と話したりしながらですから、きちんと食物を噛まずに飲み込んでしまいがち。このため、消化に時間がかかったり、消化不良を起こしたりしてしまい、お腹の張りやその他の不快な症状が現れてくるのです。食物をよく噛んで食べると、お腹の張りを防ぐだけでなく、満腹感を早く感じさせてくれるので食べる量が少なくて済むなど、様々な良い結果をもたらします。ここで覚えておいていただきたいのは、消化のプロセスは、口の中から始まっているということ。唾液には大事な消化酵素が含まれています。食物をよく噛めば噛むほど、その後の胃腸での消化吸収がされやすくなるというわけです。腸内に寄生虫がいる。腸内の寄生虫は健康上深刻な問題ですが、残念なことに発見が大変困難です。症状がないわけではありません。ただ、その症状を寄生虫に結びつけることが難しいのです。例えば、寄生虫は緊張感苛立ち摂食障害鼻腔内や肛門のかゆみお腹の張りなどの症状を引き起こします。お腹の張りは体質に合わないものを食べたことで起こることがありますが、寄生虫が原因の場合は食べたものに関係なく起こります。自然療法で寄生虫を取り除くのは簡単なことではありません。砂糖や小麦製品は寄生虫の栄養源となりますから、思い切ってその摂取量を減らさなければなりません。また、ニンニクやカボチャの種、コリアンダー、辛味、スパイスなどを食生活に取り入れる必要があります。このほか、ヘルシーな腸内細菌の増殖を助けるために、乳酸菌などの善玉菌、プロバイオティクス、を摂るよう心がけましょう。寄生虫による感染症を引き起こす環境を作らないために、便秘を防ぐことも大切です。食べすぎる。どんなにヘルシーな食品でも、たくさん食べすぎたり、体が必要とする以上に食べたりすると、お腹が張る結果となります。満腹感を感じた時点で、食べるのをやめるべきです。お腹いっぱいなのに食後のデザートを欲しがるのは、食べ過ぎの良い例です。食べ過ぎ防止に良い方法は、デザートの代わりに、消化を助けてくれるお茶を飲むこと。これが、次に説明するように、
お腹の張りを防いでくれます。腸内にガスが溜まる。お腹にガスが溜まりやすい食品もありますし、そういう体質の人もいます。こういう場合は、アニスとミントとレモンバームで作ったお茶を飲んだり、クミンやフェンネルなどのスパイスをスープに加えたりすることをおすすめします。ガスを引き起こしやすい豆類や野菜のスープならなおさらです。食物不耐症がある。ある食品に対する不耐性がある、その食品を消化する酵素を持たないため、お腹にガスが溜まる場合があります。食物不耐症を引き起こす最も一般的な物質は、グルテンまたはラクトース、乳糖。これらに対して不耐性があるかも、と思ったら、きちんと診断を受けましょう。食物不耐症の原因を突き止める方法の一つは、疑わしいと思われる食べ物を一個月間食生活の中から排除し、その結果、気分が良くなったり、お腹の膨張感が減ったりするかどうかを判断することです。感情的な問題を抱えている。上記の原因すべてに加え、感情的な理由で消化器官に問題を引き起こすことがあります。これは、消化機能が私たちの体験や心身の健康と関わっているためです。この場合は、いつもより精神的ストレスを感じている日にお腹の張りが起こるなど、相互関係に気づくことでしょう。この問題を解決するには、心理療法士に相談したり、ホメオパシー、同質療法やリラクゼーションセラピー、全身マッサージや足裏マッサージ、ヨガ、太極拳などの可能性を模索してみたりすることをお勧めします。不健康な夕食を摂っている。夜は食物を消化するのに必要なエネルギーが身体にあまり残っていません。ですから、夕食は1日のうちで最も軽い食事であるべきです。朝起きた時、お腹が張った感じがするという本は、夕食の内容を変えた方が良いでしょう。例えば、サラダはヘルシーな食べ物ですが、消化にあまり良くありませんから、昼の間に食べる方が良いのです。夕食には、温野菜やスープなど、消化に良いものを食べるよう心がけましょう。